しら。えい、これでよっと、ふう、これでよっと、使えるかしら。よっと、ふう、そこよ、いただくわ。よっと、粉々よ。あら、これ有利ですよね。行くわよ。あら残念。覚悟しろ、交代だ。あとは任せて。行きますよ。お願いします。任せてくれ、しっかりやれよ。お任せくださいね。お願いします。任せてくれ。ほっ、いただくぞ。覚悟はできた？代わってあげる。任せて。倒した。頑張るわ。しっかりやれよ。お任せくださいね。ごちそうさまでした。みんなのおかげですわ。力が湧いて、この力ってこれでもっと楽しめるわ。そうね、使えるかしら。これ気を引き締めろ。覚悟はできた？ここは私が。お願いします。任せてくれ。覚悟しろ。私の番ね。竜が来る。今、余裕余裕。行くぞ。私は見えないものを見る。交代ですわね。私が行くわ。ふう、えい、そこよ。役に立ちそうね。粉々よ。そこ、やっちゃいましょう。あたしの番ね。素敵な味ね。ここは私が。やりましたわ。竜、感じる。私も行くわ。あたしの番ね。物足りないわ。竜の鼓動が。なんとかなりましたわね。役に立ちそうね。あら、えい、かかってきなさい。竜を感じる。次もこの調子で行こう。消えっさそうね。よっと、ふう、燃えなさい。こ、行くぞ。消えろ。よっと、ふう、私に任せ。見えないものを見る。
取っとくか。交代です。私が行くわ。ふん。燃えなさい。ふん。役に立ちそうね。よっと。ふん。粉々よ。邪魔よ。あら、さ、容赦はしませんわ。覚悟しろ。交代だ。あとは任せて。頼もうね。任せてくれ。畳みかけるよ。やった。なんと。行くぞ。私、見えないものを見る。ほっよっ。これは使えそうだ。よっと。出番だな。行きますよ。あ、私の中の竜がか。あま。また。やってやる。覚悟しろ。お願いします。任せてくれ。私の番ね。仕方ないわね。あら、もうおしまい。よっと。なに。見えないものを見る。よっと。ほいで。お、いいな。取っとくか。ほっ。粉砕。よっ。もらっとくか。交代ですわね。私が行くわ。ふん、邪魔よ。悪くないわね。これで。燃えなさい。ふっ、燃えなさい。燃えなさい。使えるかしら。よっと。もう痛くないよ。行くぞ。消えろ。大丈夫か、ファル。息が上がっているようだ。平気だよ。ちょっと疲れただけだし。しかし、これ以上進んでしまうと、いざ君に何かあっても簡単に引き返せなくなる。ここが最後のタイミングだ。一度引き返そう。大丈夫だ。みんなには俺から話すから。ダメ。お願いだから絶対にやめて。しかしそうは言っても。どうしたの、二人とも。そんなところで立ち止まってるとみんなとはぐれちゃうわよ。ごめん、ミネサネ。なんでもないの。
と話が盛り上がっちゃって。ね、ゼフィああ、大丈夫だ。すぐに追いつくから、先に行っててくれ。そう。わかったわ。ありがとう。ミネッサ姉に何も言わないでくれて。いや、だが、約束してくれ。何かあれば、俺にだけはすぐに言うと。うん。わかったよ、ゼフィ。さっきはつい取り繕ってしまったが、本当にあれでよかったんだろうか。よし！役に立ちそうだ。食らえ！やっと最要部までたどり着いたわ。ああ、長かったな。だが、そんな、こんな状態で戦うなんて無理よ。こっちは消耗しきってるってのに、手加減してくれる気はなさそうだな。そうですよね。今回も勝てるといいんですけれど。ちょっとあなたたち、もう少し前向きなことは言えないわけ？本当に皮肉な構図だな。シャリオットの正論に俺たちの不平不満を言っているなんて、そもそもこんなことをして本当に意味があるのか。ボロボロの状態で、この中の誰かが正義になれる奴なんて出るはずだ。何してるんだ俺は。無意識で名前を取り出そうとするのって、まさかここに来るまでこんなに時間がかかっちゃうとはね。はいはい、そんなこと言ってても始まらないわね。みんな、何としてでもあいつを倒して先に進むわよ。うん、頑張らなくちゃ。ここまで来て引き返すわけにはいかないからな。悪い、道を開けてもらうぞ。負けるわけにはいきませんの。頑張りますわ。交代だ。あとは任せて。覚悟はできた？ここは私が。覚悟しなさい。行くわよ。ありますわ。覚悟しなさい。私の番ね。私の番ね。いらっしゃるよ。仕方ないね。ここは私が。頑張りますわ。覚悟しなさい。頑張りますわ。みんなでしょうよ。まあ
悟しなさい。これで、頑張りますわ。行くわよ。私の番ね。行きますよ。ここは私が。チャンスちゃうよ。まあ、私の番ね。次は誰？こんなに苦戦するなんて。なんとかな。大丈夫かしら、みんな。こんなにボロボロになるなんて。あなたたちがちゃんと竜の肉を食べて血を摂取してないから。ねえ、大変！ラポ姉が！どうした？ラポネット。ごめんなさい。足をやられてしまって。そんな、なんてひどい毛が折れてるんじゃ。おそらく、ごめんなさい。足手まといになってしまいますわね。でも、肩を貸してもらえれば問題ありませんわ。任せとけ。それだったら私が。どうやら、ここまでのようね。みんな、帰るわよ。え？何を言い出すんだ、急に。青龍になるには、星の体内の最奥部で、ヴァルニールと対面して、次の星を担う器として、ふさわしいかを見極めてもらう必要がある。でも、それ以前の話として、ヴァルニールの化身であるこの私が、今のあなたたちに可能性を見出せないわ。だから、一度引き返すの。わかった？そうね。仕方ないわ。待ってくれ！せっかくここまで来たのに。ジェフィー、今のみんなの状態をよく考えてちょうだい。その上で、今の言葉を続けられるかどうか、自分の心に問いかけてみて。確かに。考えてみれば、ラポネットだけでなく、ファルも相当辛そうにしていたはずだ。それに、このまま進んだとして、星の体内の奥まで無事にたどり着いた俺たちの姿を、全くと言っていいほど想像できない。すまない。俺も冷静じゃなかったようだ。本当に。ラポネットだけのせいじゃないわ。だから、そんなに謝らないで。ね。結論は出たみたいね。ほら、さっさと帰るわよ。ああ。今は休んで、体力をつけるのが最優先だな。なんとかここまで戻ってこられたな。足は大丈夫か、ラポネットは。ええ、ありがとう、カリカロ。ファル、君も平気か？ファル？あ、どうしたの、ファル？ごめん。なんでもないから。無理しないで。ほら、立てる？あ、ちょっと、何なのよこの血は。ごめん、本当にごめん。お前、
足以外にも怪我してたのか。どこだ、腹か、見せてみろ。これだけの怪我を負いながら隠していたのか。こっちにも治癒魔法使ったんだけど、魔力を消耗しすぎちゃったみたいって。魔力と共に体力も消耗して出血が激しくなったんですわね。くそ、傷口が完全に開いてる。そんな、いやいや、ファル、死なないで。落ち着け、ミネさん、取り乱してる場合じゃない。ファル、しっかりして。これだけの致命傷となると治癒魔法でも塞ぐのは無理みたい。早く止血しないとまずいわね。カリフロ、頼む。ミネッサとファルを連れて先に行ってくれないか。いいけど、お前はどうするんだよ。俺はラポネットを背負ってシャルロッタと一緒に追いかける。とにかく今は早くファルを連れて帰らないと危険だ。そうね、もし竜に遭遇しても二人をかばって戦うより一人をかばって戦う方が動きやすいわ。ミネッサとカリカロなら心配ないわね。ゼフィ、ごめん。無理だったらちゃんと言うって約束したのに。いいから先に帰ってねぐらで休んでいろ。わかったな。うん。さて、俺たちも行こう。ラブレット、背中に乗ってくれ。迷惑をかけてごめんなさい。お願いしますわ。気にしなくていい。竜が出た時はシャルロッタを頼らせてもらうから問題ないさ。仕方ないから頼られてあげるわ。でもできる限り気づかれないように静かに進みましょう。さてと、ここまで来ればもう一踏ん張りでねぐらに。残念だけど、そうもいかないみたいよ。やれやれ、こんなところにいたのかい。追いつけてよかったよ。その声は。あなたは。なぜベンディッカがここに。ああ、そういうこと。洞窟の道を塞いでた岩が見当たらなかったのはあなたが消し飛ばしたのね。ああ、その通りさ。せっかく先回りして待ってたのに、まさかたどり着けもしないとは夢にも思わなかったよ。よりによって今こんな強敵に出くわしてしまうと。ところで、お前たちだけなのか。他にも何人かいたはずだったと思うんだけどね。ご心配なく。彼女たちなら今頃妹をねぐらで看病してるわ。おやおや、本当にそうかね。狂気に侵されて家から出られないんじゃないのかい。その反応、痛いところ疲れたと見えるの。いいのかい、そんな奴に大事な妹を預けて。狂ったら何をするかわからないからね。今頃ねぐらが燃えてるかもしれないよ。勝手に妄想していればいい。これ以上お前と話すことはない。はん、そりゃ残念だ。さあ、くだらないおしゃべりはそろそろおしまいよ。私でよければ相手をしてあげるわ。いや、やめておこう。さっきまではそのつもりだった。今のお前らと戦っても簡単すぎてつまらない。むしろお前らを生かしておいた方がもっと面白いものが見られそうだしね。
んだと。いい気はしないが、向こうから去ってくれて助かったな。ええ、そうね。正直この状況で戦うのはきついわ。ラポネットも早く休ませたいし、出発しま…ラポネット？ミネッサは狂気に侵されたりしていない。大丈夫、大丈夫。だって私が見たあの場面にはファルはいなかったもの。だから大丈夫、狂ったりしていない。おい、どうしたんだラポネット。大丈夫よ、私たちは絶対に大丈夫。ゼフィー、ラポネットの意識が混濁し始めてるわ。急いでねぐらへ戻りましょう。なんなんだこの胸騒ぎは。頼むから何も起こらないでくれ。丈夫じゃなかったら。ラポネットの様子がおかしい。だが意識が混濁しているようには思えない。となるとゼフィー、お願いです、急いでくださいな。ラポネット、もしかして何か心当たりでもあるのか。君は何か見ているんじゃないか。その反応、どうやら当たりみたいね。話してくれ。もし当たっていたとしたら、事前に何が起こるか分かっていた方が対処しやすい。見ましたわ。でも間違いだって思いたかった。一旦口に出してしまったら未来がもう確定してしまうんじゃないかと。それで何を見たの？ミネッサがカリカラの首に両手をかけて締め殺す未来ですわ。なんだって。でもあの未来が起こるとしても少なくとも今日ではないはずですわ。どうしてそんなことが言えるの？だってミレッサがおかしくなったらファルが止めてくれるはずですもの。それに私の見た場面にファルはいませんでしたの。あれはファルとミネッサたちが一緒にいない時に起こる出来事ですわ。どう思う、ゼフィー？確かに、あんなに妹を大切にしているミネッサがファルを放置してカリカロに手を出すとは思えない。普段の彼女なら全力で治療に当たって看病するだろうな。ファルの様子も心配だし、急ぐに越したことはないな。しっかり捕まっていろよ、ラポネット。ファルとミネッサたちが一緒にいない場面、もしすでにファルがいなくなってたとしたら。シャルロッタ、何をしてるんだ。グズグズしていると置いていくぞ。あ、ええ、今行くわ。ただい、この錆びた鉄の匂いは。違う。奥の部屋まで続いてるわね。ああ、ファルの部屋だろう。きっともう手当ても終わっているはずだ。様子を見に行こう。なんだ今の声は。カリカロ、ファルの部屋からですわ。何が起こってるんだ。おい、カリカロ、大丈夫？
何してるんだ、やめろ。ラポネット、ミネッサを止めてくれ。ワルが。間に合わなかったのか。ミネッサが正気を失ったのは、これが原因か。クソ、その手を離せ。ミネッサ、カリカロまで失ってどうする。邪魔しないで、今度こそ楽にしてあげなきゃ。やめろ、シャルロッタ、何してる。手伝え。無駄よ、ゼフィー、もう遅いわ。アリカロ、そんな、どうして。おめでとう、カリカロ。これでも怯えなくていいわ。全部終わったの。あなたは解放されたのよ、カリカロ。元の彼女には戻らない。ミネッサ、もうやめて、やめてくださいな。ダメだ、ラポネット。浮かずに近づけば君が危ない。ええ、ゼフィーの言う通りよ。ミネッサはもう正気じゃない。下がってなさい。こうなった今、聖竜になれるのはあなただけになってしまったんだから。私、ええ、そうよ。あなただけが最後の希望なの。だからあなたを失うわけにはいかない。ミネッサ、覚悟しなさい。シャルロッタ、止めてはダメだ。他に方法はない。俺が守るべきはミネッサじゃなく、ラポネット、ラポネット、頭を打ったのか。しっかりしろ。ごめんなさい。ラポネットが足を怪我していたこと、すっかり忘れていたわ。彼女は大丈夫？おそらく気を失っているだけだ。そう。それならゼフィー、ラポネットを連れて早く逃げて。わかった、君も急いでくれ。どうした？なんで黙ってるんだ。ごめんなさい。私は一緒には行けないわ。ここまで力を使いすぎちゃったし、正直いろいろくたびれ果てちゃったの。何を言うんだ、シャルロッタ。自暴自棄になってはダメだ。私はこのままミネッサを道連れに一旦退場させてもらうわ。あなたは命がけでラポネットを守って、彼女が生きてさえいれば希望は残るから。シャルロッタ！
めてラポネットだけでも。おい、ラポネット、ラポネット、しっかりしろ。目を覚まさない。頭から出血している以上、下手に動かしたくはないが、このまま抱えて出るしか。よかった、目を覚ましてくれて。ここから逃げるぞ。マサイ、私は無理ですわ。ミネッサを置いていきたくない気持ちはわかるが、今はそんなことを言っている場合じゃないんだ。いいえ、違うんですの。そうじゃない、私の目にはあなたの顔が映っていない。真っ暗なのですわ。な、そんな、嘘だろ。頼む、頑張ってくれラポネット。ごめんなさいセフィ、でもやっと私幸せになれる。みんなの悲しい未来を見なくて済むんですので。ラポネット。炎は怖いんだろう。もう見なくていい。最後に残ったのは俺だけか。もう生きようだなんて思えない。俺を食い破って外へ出ようと。負けるものか。他の全てに負けたとしても、呪われた運命にだけは。どこで道を間違えたんだろうな。もう一度。